はい。3、1。こんにちは。はい。はい、せーの。こんにちは。花本ガーデンチャンネルです。ガーデンチャンネルです。いや、また久しぶりの。はい。結局あれからもう3、今1ヶ月は正しいけど。まあ、約1ヶ月ぐらい。ぐらい経ちましたね。そうですね。だいぶ、ちょっと今日撮影日が、3月の19。はい。なんですけど。はい。ごめんなさい。3月の19じゃないな。3月の21ですね。そうですね。はい。21日になるんですけども、はい、ちょっとね、天候が悪かったりで、気温もアップダウンもあるんですけど。はい。ジョー店長が来てるっていうところで、何かわかりますか？いや、まだちょっとわかんないです。まだちょっとわかんないです。声かかったもんね。そうですね。ほんの5分の前、5分前にちょっと声かけたんですけども、はい、実は、3月19日までの締め切りで、プレゼント企画第2弾してました。はい。何か知ってますか？プレゼント企画は。知ってます。ただまあもう本当に日々の中で、こう企画がこういろいろありまして、今どれが走ってるかってのは、いまいちちょっと、完全に把握はできてないです。ちょっとね、はい、もうすごい勢いでね、そうですね、いろんなものが流れてるんで。はい、いや実は、先週の月曜日ぐらいから12日、11日から、今週の火曜日かな、そうですね、19日の最後まで、はい、23時59分まで、春じゃがいもの、はい、プレゼント企画をしてました。はい。じゃがいものプレゼント企画しておりました。はい。で、インスタのフォロー、および投稿したプレゼント企画をいいねしていただいた方に抽選で10名様の方にプレゼントっていうところで、はい、来たんですけども、はい、今回は、はい、ジョー店長に、はい、この場で選んでいただこうかなと。あ、わかりました。この場で、はい、あらら。ちょっと、えらいこっちゃ。ページ開いていただいて、はい、10名ですね、はい、やっていただきたいなと思うんですけど、はい、もうフィーリングで、そうですね。わかりました。ちょっとパッと、はい。いいね見ていただいて。はい。いただきました？見ました。はい。ざっと見ました。じゃあ、この場で、抽選の発表をしていきたいと思います。はい。はい。まず、コメントいただいた方から、そんな感じでやるんですか？コメントをいただいた方にもあげちゃいます？そうですね。やっぱり。YouTube のコメントでもなんか、阪神の、はいはいはい。阪神タイガースのところの話がありまして、はい、特にファンがっていうのはないんで、全然、なんか、あれなんですけど、もうちょっと一応その方のお顔は、Google で検索させてもらいました。似てました？まあ、自分で自分の顔を見るとこんな感じなのかなって、ちょっとわかんないですけど、まあ、ちょっとなんか、意外やったなと。まあ、お家帰っても言ったんですけど、あ、そうな、みたいな、なんか、ちょっと、まあ、ね、そっちの野球してる方はよっぽどあれやろっていうことで、よっぽどあれやろっていうことで、言われましたけども、はい。まあ、そんなんで。コメントも本当ありがとうございます。はい。そういうコメントいただけるとね、はい、非常にありがたいです。はい。じゃあ早速。はい。まあ、ということで、コメントつながりということで、ちょっと、そうしましたら。つながりまーす。まず、そしたら。はい。お一人目の方。はい。アカウント名お伝えします。はい。non06302 の方。non。コメントで。はい。おう。はい。はい。この方。また出しときますね、写真は。はい。一人目、はい、NON さんですね。NON063023。当選おめでとうございます。はい。すいません。で、次の方が、はい、KIMI.0530。はい。KIMI.0530 さん、おめでとうございます。おめでとうございます。次の方が、乱食堂、あ、ランショクドウ。
はい、3人目おめでとうございます。おめでとうございます。次が、アズールアンダーバーブルーアンダーバー758。はい、4人目おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、以上がコメントからの方で4名の当選ということでさせてもらいたいと思います。コメントたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ってことはあと6名？そうですね。はい。次はいいねの中からちょっと選ばし、てもらいたいと思います。いいねもね、結構いただきましたね、はい。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そうしまして、まず一人目が、フラワーグリーン戦火、フラワーアンダーバーグリーンアンダーバー戦火さん。はい。になります。はい、5人目おめでとうございます。次が、Y アンダーバー柳田様。はい。おめでとうございます。6人目おめでとうございます。次が、BEA アン、BEA.8304 サマー。はい、ございます。おめでとうございます。次がですね、ちょっと、たくみアンダーバーガーデンサマー。おめでとうございます。次が、9人目ですね、次。そうですね、はい。はい、TOTIYA, トティア、はい、19147様。はい。おめでとうございます。ます最後、はい、一人。最後の方。じゃ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 ん。マリードットアンダーバードット SN 様。マリーさんですかね。はい。はい、10人目。ありがとうございました。今日はありがとうございます。いえいえ。ちなみに今回のコメント及び、はい、いいねの10名選んだ選出基準は、そうですね。まあまあコメントの方におきましてはいいコメントをいただいてますし、まあいいねの方におきましてもまあいいねを押していただいてましたんで、またフォローも。引き続きしていただけたらなと思って、選ばせていただきましたんで、はい、ありがとうございました。今、パッと言われて、はい、選べました、ちゃんと。そうですね、まあ、検索は得意なんで、はい、ちょっと選ばせてもらいました。はい。はい、ありがとうございます。はい、今回、イベント、いや、プレゼント企画、10名様やりまして、ちょっとね、前回は、なんちゃっけ、ガリアか。そうです、ね。ガリアの、はい、プレゼント企画で、5名様に、企画当選させ、しました。で、コメントいただいた69名の方ですかね。でも全員、副賞って形でお送りしてました。はい、で、ちょっと今回、前回めちゃくちゃ人数多かったんで、いろいろとやってる中で、フォローをしてない方と、はい。送信したけど結局返信来なかった方もいらっしゃったんで、はい、ちょっと今回のプレゼント企画応募にあたっては、ぜひフォローですね。は必ずお願いしたいのと、あと、まあ、メッセージの方ですね、DM の方、見ていただくようにだけ。で、返信いただくお願いします。で、期日設けてますので、DM の方で。その期日超えちゃうと、申し訳ないんですけど、ちょっともう、植物手配上、辞退されたっていう風な人になっちゃうんで、そこだけちょっと気をつけていただけたらなっていう風に思います。なんか補足あります？オンラインショップの方の、まあ、急に宣伝になるんですけども、まあ、木工バラとかすごく、いい季節に、4月の下旬ぐらいからは咲いてくるんで、今苗売ってますんで、ぜひ、ちょっとショップの方を見ていただけたらと思います。その他、まあ、野菜球根とか、まあ、花の球根、まあ、花苗とかも今、順次登録してますんで、はい。よろしくお願いします。はい。では、今回はプレゼント企画の当選者発表でした。ありがとうございました。ありがとうございました。